さんこんにちは。ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。さあ今日はですね、久しぶりに、在庫車のご紹介をさせていただこうかなと思っております。まあ、今こっちにねちょっと映ってるんですけど、結構かっこいい、5ドアのミニ入庫しておりますので、そのご紹介と、あともう一つですね、新しいアイテム、まあ、新しい製品ですね、少しご紹介をさせていただこうと思います。はい、ということで、じゃあ早速ですね、新商品の方からご案内をさせていただこうと思います。はい、ではですね、まず新製品のご紹介なんですが、その新製品ですね、僕のこのオレンジのミニにもうすでについてあるんですが、はい、皆さんどこか分かりますでしょうか。これズズズッと寄っていきますと、まあ、この辺りからちょっと雰囲気が違うなというのが分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、はい、新製品がまずこちらです。これ何かと言いますと、次、出てくるですね、新型のミニのサイドフラッシャーです。まあ、まずはちょっと説明の前にこれ一回光らせてみましょうか。はい、ちょっと今明るいので分かりにくいかもしれませんが、こんな感じでですね、LED でサイドフラッシャーが LED に変更されて、線状にですね光るようになっています。この LED 特有のこのキレのある光り方がいいですよね。あの新型のミニの方はですね、今あの各新車のディーラーさんにですね配車されて、あのもう今見たりすることができるようになってるんじゃないかなと思うんですけども、このサイドフラッシャーは、まあ、今までのですねミニですね、前期後期問わずですねこう流用することができるようになっております。まあ、ただこれ取り付けるだけだとフラッシングって言ってエンジンをかけた時にこう点滅をしてしまうので、まあ、そこはコーディングをねしてあげないといけないんですけど、フィッティングの方もですねこうバッチリこうつけることができるようになっています。で今ここにですねつけてるのはクーパー S 用のブラックです。で、あとこれの他にですねクーパー用とクーパー S 用の、メッキのタイプですね。今ここ上が黒いんですが、ここがですねメッキになっているタイプのものもあって、あともう一つジョン・クーパーワークス用というものもあります。今ですねちょっと先行予約受付中というところですので、よかったらお電話またはホームページのメールからお問い合わせをしていただければと思います。お値段はですね、両方で取り付けまで入れて19,800円税込みの予定です。まあ、ミニに乗ってる方でこのメッキのパーツをブラックアウトしていくっていうのが、まあ、一つ定番のスタイルアップなんですけど、もともとこのサイドフラッシャーは、まあ、こんな感じの、 あのメッキのパーツなんですけど、まあ、これ取り替えるだけでもですねだいぶ雰囲気が変わったのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。このメッキをね消していきたい方にもこの新しいサイドフラッシャーいいんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、ということで新型ミニのサイドフラッシャーいかがでしたでしょうか。あの車のですね雰囲気を変えることもできますし、あの光り方ですねこの LED にするだけで結構パキッとした感じになりますので、ぜひご検討いただければと思います。あの品薄になること間違いなしという商品だと思いますので、気になる方はぜひお早めにお問い合わせください。はい、では次にですね新しい在庫車、ご紹介をしていきたいと思います。新しい車両がこちらのですねミニクーパー SD ですね。 F55 5ドアのモデルになります。カラーはミッドナイトブラックですね。まあ、この見ていただくと分かるんですが、黒一色で統一されたとても大人っぽいミニになっています。あの細かくですね、あの結構いろんなあのカスタマイズがされていますので、まあ、その辺もですねご紹介をしていこうと思います。ではまず車の基本情報からお伝えをしていこうと思うんですけど、年式がですね2020年令和2年のモデルになります。走行距離はですね約7000キロ、はい、非常に走行距離も少ないです。で先ほども言ったんですが、クーパー SD、まあ、ディーゼルエンジンを搭載したモデルになりますね。はい、ということでちょっと詳しくね、細かいところまでご案内をしていこうと思います。こちらの車ですね、このツヤありのブラックとツヤなしのブラックを非常にうまく組み合わせた車両ということになっておりますので、そのあたりもですね、詳しくご案内をしていきたいと思います。ではまずは、ちょっと印象的なこのフロント周りからご紹介をしていこうと思います。はい、フロントリップスポイラーはこちらのネクストイノベーションのものが装着をされております。
非常にあの薄型でスタイリッシュなフロントリップスポイラーですね。まあ、これだけ薄いと、まあ、ローダウンをしている車両でもですね、まあ、そこまで段差とかを気にせずに乗っていただくことができるんじゃないかなと思います。まあ、この脂肪の感じもですね非常に合っていて、このフェンダーのカラーとリップスポイラーのカラーもですね、ここのマッチングも非常にいいんじゃないかなと思います。はい、続いてホイールですね。ホイールは円形のですね GTC-02 が装着をされております。こちらのカラーはマットブラックということで、サイズはですね18インチのものが装着をされています。タイヤのサイズは205、40、18ですね。タイヤはですねミシュランのパイロットスポーツ4が装着されています。いいタイヤですね。まあ、先ほども言ったんですが、このポイントでマットブラックを取り入れているあたりがですね、このツヤのあるところとツヤのないところのこの対比が、まあ、非常にまとまりがあっていいですよね。で、足回りの方なんですが、ちょっと今見えないかもしれませんが、ビルシュタインの車高調ですね、B14 が装着をされております。ちょっと奥の方にね、青いバネが見えると思います。B14 はあの僕の車にもですね、ついてる車高調で、あの非常に乗り心地もいいですし、走りもいいということで、まあ、個人的にもですね、非常におすすめの車高調です。まあ、ホイール4本ともですね、そんなに目立つ傷っていうのは入ってなくて、ホイールの状態っていうのも非常にいいです。であと細かいところでいくと、もうすでにですね低ダストのブレーキパッドも入っています。おそらくこの色は MON のブレーキパッドなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、低ダストパッド入っておりますので、ホイールもですね非常に汚れにくくなっています。はい、では続いてですね、このヘッドランプリング見ていただきたいんですけど、ヘッドランプリングもですねこれブラックアウトされているわけなんですが、通常ですねこのヘッドランプリングって純正のものを使うとツヤありのブラックなんですよ。けどこの車に関しては、はい、このツヤ消しのブラックでここも、塗られています。非常に綺麗に塗装されていますね。はい、こんな感じでぐるっと一周ですね、ツヤ消しのブラックで塗られていて、こちらのグリルについてもここはですね艶消しのブラックで塗装されていると。このメッキの上にですね塗装するの非常に難しいんですけども、これ本当に綺麗にですね塗られてあるなと思います。でこのグリルセンターモールは、あの言うなればエメラルドグレーのようなカラーで、ここが塗られていて、ここのワンポイントのカラーがまたちょっとおしゃれですよね。はい、反対側に来るとこの S マーク、はい、通常赤なんですがここも黒になっております。このミニのエンブレムも黒色に交換されてますね。通常ですねこのモデルでいけばここメッキシルバーのエンブレムがついているはずなんですが、もう黒色に変更されています。前からパッと見たらですねもうメッキのパーツなんてほとんど見えないんじゃないかなと思いますね。さっきですねサイドフラッシャーのご紹介の時にも言ったんですが、やっぱりこのミニに乗ってるとメッキパーツをいかにこうブラックアウトさせていくかっていうところはですね、まあ、カスタムの、まあ、定番でもあるんですが、このモールのところを見ていただくと、ここもですねもう今ブラックアウトされています。はいね、まあ、強いて言えばこのサイドスカットルのメッキが今残っていますので、先ほどご紹介をした新型のサイドフラッシャーとかをつけていただくと、ここも黒でバキッと締まった印象になるんじゃないかなと思います。はい、あと別途費用必要ですが、このドアノブとかですね、まあ、給油口のカバーもブラックアウトさせることができますので、お気軽にお問い合わせください。ミニってどうしてもですねその可愛い印象になりがちなんですが、本当にこう引き締まったですね、ブラックのミニが出来上がるんじゃないかなと思います。もちろんですねこのグリルセンターモールについても色はですね、黒がいいなとか、まあ、他の色もあるんですけど、こういう色にしたいっていうものがあればその色に合わせることも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。こんな感じでですね、ツヤありのブラックとツヤ消しのブラックの組み合わせが非常にですね素敵な一台になっております。ちなみにですね令和2年式のミニになりますので、こちらのスモールとフォグのところはリング状のですねスモールがつくようになっています。このミラーもあの形の変わったちょっとカクッとしたタイプのものですね。ではちょっと後ろを見ていきますと、はい、後ろのですねこのテールランプのリングもフロント同様に艶消しブラックで、ここも綺麗に塗られていますね。
非常に作り込みが上手な車なんじゃないかなと思います。はい、では続いてちょっと車内の方ですね、見ていきたいと思います。はい、車内ですね、こんな感じで、やっぱりですね、さっきも言った通り新しいし走行も少ないので、このシートの状態含め非常に中も綺麗です。で、ステアリングとですね、このシフトレバーはジョン・クーパーワークス仕様ですね、チリパッケージですかね。なのでここですね、パドルシフトもついております。ちょっとね、中乗り込んで詳しく見ていきたいと思います。中もですね、まあ、さっきも言った通りなんですが、非常にですね綺麗な車内をしております。でこのルームミラーもですね、新しいタイプのものに変わってますね。このルームミラーは自動防眩機能がついていて、後ろの車のヘッドランプがこう眩しかったりすると、ここ青くなってですね、はい、眩しさを軽減してくれるという機能もついております。で、ここのコマンダーコントロールも新しい仕様になっていますね。ではちょっとエンジンをかけてみましょう。今エンジンかけてみたんですけど、この車内の音いかがでしょうか。結構イメージ的にですね、ディーゼルエンジンって結構音がうるさいんですよねって言われる方もですね、多いんですけども、今こうやって聞いていただく分にはあまりこう音って気にならないと思うんですよね。はい、エンジンの音入ってると思うんですが、これぐらいな感じなんですよ。で、車の外にいるとそれなりにそのディーゼルエンジン特有の音っていうのもわかるんですけど、車内にいるとほとんどその音っていうのも気にならなくって、これ走り出してしまったらほぼですね、もうガソリンエンジンもディーゼルエンジンもほとんど変わらないです。それでいて、ディーゼルエンジンだったら燃費もいいし、燃料代も安いということで非常にですね、経済的で、それでいてミニの走りもしっかり楽しむことができますよというところで、スタイリングも走りも経済性も含め充実をさせたいっていう方はですね、この SD とかクーパー D、結構狙い目なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、このエンジン音も含めチェックをしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、ちょっと引き続きオプション含め、装備品チェックをしていきたいと思うんですが、この年式はですね、もうバックカメラとか、パークディスタンスコントロールっていうのはもう SD の場合は標準装備になっています。ドライビングモードのスイッチがあって、一応パーキングアシストのですねスイッチもありますね。はい、エアコンはもちろん、ダブルエアコン、左右で温度をそれぞれ調整することができるようになっています。で、この下の方を見ていただくと、もう入力はですね USB のみになっていますね。で、ドリンクホルダーと、これキーですね、ちょっと傷がつかないようにカバーをしています。このキーカバーも変えられてますね、オプションのやつですね。はい、で、このシフトレバーの状態もですね、非常にいいです。気になるスレとか汚れとかもありません。サイドブレーキのハンドルとセンターアームレストですね。はい、この中にはしっかり小物入れがあって、ちょっと残念ながらですねワイヤレス充電器は装備されていませんね。はい、で、ステアリングはこちらですね、クルーズコントロール、アクティブクルーズコントロールがついています。で、こっちはオーディオとかスマートフォンのコントロールができるスイッチですね。で、ステアリング、ジョン・クーパーワークスのこのレッドステッチ入っていて、シフトレバーもお揃いのジョン・クーパーワークスということになっております。あとはこちらですね、インテリジェントセーフティも装備されてますね。はい、こんな感じでですね、今日の動画終わりにしたいと思います。新型のサイドフラッシャー、そして、新しい在庫車のクーパー SD ですね、非常にいい車といいパーツになっておりますので、気になる方ぜひ、お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと、あなたの素敵なミニが見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。